それに関しては僕も同意です。みんなに出会えてよかったです。クーラコッチ、yeah! なんだかんだであの日々は今もずっと目の中特別なんだ。タイムマシンがなくたっていつまでも青春の1ページだね。目を閉じればそこに仲間がいて、なんだかんだと言ってくるあの頃の笑顔のまま。はぁ、マジよかったっす。神様に感謝してるっす。こんなに何かに燃える自分想像もしてなかったからですか。ねえ君はどう思いますか。こんな俺はどう映っていますか。昔よりもイケてりゃいいな。そばに君がいりゃもっといいな。それぞれ選んだ旅立ちに口出しなんてできはしないけれど、きっとたくさん悩んで決めたこと痛いくらいに分かっているから。なんだかんだであの日々は今もずっと目の中特別なんだ。タイムマシンがなくたっていつまでも青春の1ページだね。元気ですかなんて他人行儀、合ってないけど大丈夫、心配しなくても平気。今日は随分感傷的ですね。君の方がちょっと心配です。新しいチームに馴染めませんか。だからちょいちょい会いに来るんですか。困りましたね、弱りましたよ。何度言われても変わりませんし、そんな風に言ってもらえるのは光栄です。丁重にお断りさせていただきます。ひどっ。みんなそれぞれ選んだ旅立ちに口出しなんてできはしないけれど、やっぱ本音はそれ寂しいわけで、久々会えたんだし語りたいんすよ。なんだかんだであの日々は今もずっと目の中特別なんだ。タイムマシンがなくたっていつまでも青春の1ページだね。目を閉じればそこに仲間がいて、なんだかんだと言ってくるあの頃の笑顔のまま。困ってはないっすか。問題ありませんよ。寂しくはないっすか。問題ありませんよ。それならば何を。なんか不満そうですね。それならば何よりすごく一ページです。目を張る